チャオブラボー橋本です。今日はですねお掃除をしていきたいと思います。僕はねゲームが大好きなんですよ。特にレトロゲームね。今日紹介したいものがありまして、こちら懐かしのファミコンなんですけども、これニューファミコンといって AV 端子がついているですね、こう画像をですね綺麗に、普通のファミコンよりもより綺麗にゲームができるっていう、このね後期型のニューファミコンなんですけど、見てください。ちょっとね汚れてますよね。白くないんですよ、コントローラーとかちょっと見てもね。なので今日はこの黄ばみをレトロブライトを使って白くしていきたいと思います。レトロブライトっていうのは紫外線を当てることによってそういった黄ばみをですね白く改善していくと、太陽の光とかを浴びさせることによって漂白剤をつけて白くするっていう方法なんですけど、で皆さんお時間ないと思いますから、外に漂白剤をつけて太陽の光の紫外線で綺麗にしない方法でもできるというのを今日は皆さんにお伝えしたいと思います。ラボ。はい、ということで準備ができました。まず用意してもらうのはざっとこのアイテムですね。まずですね本体のあの黄ばみを取りたいと思っているファミコンですね。そしてファミコンのネジを取るものなんですけども、このニューファミコンのねネジっていうのは特殊なので皆さん調べてドライバーを買ってください。でこちらコントローラーの方は普通のネジで大丈夫です。紫外線発生装置ですね。強力に白くしたいんで 100W の紫外線ライトを買ってます。でこちらアルミホイルですね。これより一層漂白剤を反射するために、紫外線とともに反射するために必要なものです。ボックスですね。これ100円ショップでも何でもいいです、買ってください。ビニールまあ何でもいいんですけども、要は反射させるためにアルミホイルをそのまま入れちゃうとボロボロになっちゃうんで、アルミホイルを下にやってこの、まあ、ビニールみたいなのを上に貼るって感じです。一番重要なのはワイドハイターですね。このワイドハイターと紫外線によってニューファミコンを白くしていきますんで、ワイドハイター EX、 これがベタなんでやっていきたいと思います。ちょっとドライバーネジを取って軽く掃除していきましょう。じゃあまずはコントローラーからちょっとネジ取っていきましょうかね。コントローラーね 1,2,3,4,5 コスミにね5個あるんで、これネジ取っていきましょう。まあ普通のドライバーで取れます。これを取ってゴムとかですね、これも全てこのゴムは取ってこの全てを漂白剤にかけていきたいと思います。これもね軽くねエアダサー、こことかね汚れてるでしょ、これもちょっと汚れをアルコールとかでやっていきましょう、はい、業務用アルコールとかねこういったものでこの液晶用とかね、そういったウェットティッシュになじませてって使うのが一番いいかもしれないですね。結構強力なんでね、こういったゴムとかをもみ洗いしていきましょう。もみ洗いが一番いいですよ。あとこの基板の部分ね、この基板の部分とかできたりとかするんですよ。まあ、こうやって拭いてあげましょう。エタノールとかで拭いてあげるといい感じですね。このコードとかも拭いてあげましょう。本体の方を開けていきましょう。本体はこうネジがね特殊になってるんですよ。だからこういったねドライバーじゃないと開けれません。もうね、あ、開けましたね。いきます。おお、すごい、ホコリがすごいね。やっぱりわ、すごいホコリが。ちょっとねこれ掃除する前に取っちゃいましょう。はい、これさらにねここネジ取れるの、ここね、この2つこれ取っちゃいましょうか。これマジで忘れないでしょ、これネジ、これだけでもだいぶ綺麗になってると思います。これらをこれも含めてちょっとエアダスターで飛ばしながら作ってみましょう。このエアダスターとか使ってホコリを飛ばしていこうと思いまして、いきましょう。あー、すごい。よし、これである程度ホコリが飛んだんですよ。だいぶホコリ取れましたね。なんで拭いていきます。ここの周りとかね、ここ結構綺麗好きなんでね。で最後はヘアダスター飛ばしましょう。この胴体たちを軽く洗っていきましょう。で、ハイターちょっと使っていきましょうね。もうねハイター使って軽くつけときましょう。このね、ネジのとこと、このロゴのとことかね。このシールはね、どうしようか迷ったんですけど、まあ剥がれちゃってもいいかな。
うん、しょうがない、これは。もうちょっと水洗いで、こちらをですね、ちょっと準備に戻したいと思います。このままですね、漂白剤を入れたいんですけど、このまま入れちゃうとね、反射しないので、ここでようやく使うのがアルミなんですよね。で、注意してもらいたいのは、このまま入れちゃうとアルミが剥がれちゃったりとかするんで、こういったビニールで、で、この中に入れてきます。これ一気にじゃ無理かな、一気にじゃなんか無理っぽいな。このコントローラーとかは別にしましょうか。で、ワイドハイターを入れていきたいと思います。うん、このままで、これだとただつけてるだけなんで何の効果もないんですけど、100ワットの紫外線ライト買ってきましたんで、こうかぶせたいと思います。これで完璧っすね。さあ、ということで、レトロブライトして1日が経ったんでね、結構調べたところによると、やっぱ2日とかやってもいいんだけど、予想以上に白くなっちゃうので、ちょっとロゴとかも切れちゃうかもしれない。ちょっと見ていきたいと思います。熱いんで気をつけましょうか。さあ、ということで、ちょっと見てみましょうか。どうでしょうかね。ちょっと白くなってるかな。ちょっと確認しましょうか。あ、わりかし白くなってるかな。あ、いいですね。いい感じに。あ、黄ばみはもうないね。白くなってますね。いい感じに白くなってます。うん、いい感じに綺麗になってます。ちょっと長くやりすぎるとあれなんで、水洗いして組み立ってみましょう。しっかりですね、水洗いしてください。まあ、綺麗になってるんでね。まあ、ドライヤーの風でね、ドライヤーの風で、ちょっと最初の頃のファミコンよりいいんじゃないですか。だから分かりやすいですね。かなり綺麗になってます。で、こっちの裏面に関してはそんなに汚くなかったんですけど、かなりいい感じに仕上がってます。さあ、ということで、漂白を終えたニューファミコンをですね、もっとですね、まあ白くなってるんですけど、こう汚れはね、結構取れたんですけど、結構取れたんですよ、汚れに関しては。色とかもね。ただこのままだと、まあちょっとね、こう、若干傷とかも見えてきたので、ツヤを出すためにこちらを用意しました。シリコングリーススプレー、傷消しセット、ツヤを出す。ね、こちらを使って磨いていきたいと思います。線ね、こすってって書いてあるね。あー、ツヤ出ますね、これね。綺麗ですね。ほら、かなり黄ばみは取れたと思います。黄ばみも取れてると思いますね。最高です。はい、というわけでいかがでしょうか。かなり白く漂白がなっていると思います。綺麗になってますね。はい、コントローラーに関してもいい色になってると思います。だいたいですね、つけたのは1日ぐらいですね。20時間から24時間1日経たかないかぐらいですね。で、ちょっと注目してほしいのが、これね、あんまり漂白をかけてしまうと、このロゴがあると思うんですけど、ニンテンドのコントローラーの方のね、ロゴとかが薄れちゃうんですよね。なんで、かけすぎず、ここ、ちょっとね、もともと薄かったってのもあったんですけど、強くなっちゃうので、あんまり付け置きをせずに、20から、まあ、1日ぐらいが一番いいと思います。はい、というわけで、レトロブライトいかがだったでしょうか。僕的にはですね、すごく良かったなと思います。これだけ綺麗にね、ニューファミコンが新品と近い色に戻ったんですけどもね。もう一個のコントローラーの方は、ちょっと実験でですね、薄くしたいところに漂白剤を塗って、ラップを包んで、紫外線を当てたらどうなるかという検証を今やってる最中なので、そちらの方も随時アップしたいと思います。というわけで、レトロブライト最高でございました。